キックオフ沖縄。キックオフ沖縄。キックオフ沖縄。明けましておめでとうございます。沖縄のサッカー界を熱く盛り上げる番組、キックオフ沖縄、 MC の鎌田博です。スタジオ解説は上原慎也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、新しい年を迎えたということでですね、はい、我々今年の目標を漢字一字で書き初めいたしましたね、はい、まずはちょっと私の方から、はい、今年の抱負、柔軟の柔、柔らかいという字ですね、はいはい、その心はいろいろと物事に対する柔軟性ですね、柔らかく対応していくっていうところと、臨機応変さをちょっと今年はより追求していきたいというところと、個人的に今年20代最後になりますので、あの5ではなく10の方、柔らかく30代への助走をつけていきたいというふうにちょっと私は思っております。いいですね、よろしくお願いいたします。はい、続いて慎也さん、今年の漢字は何でしょうか。勝という漢字です。その心はやはりJ2 昇格、うん、であと辰年ということで、はい、ここにちょっとニョロニョロってありますけど、なるほど、登っていこう、その意味を込めた、はい、ちょっと変形なんですね、これは書きました、ね、登っていきましょう、上に登っていきましょう、皆さんで共に登っていこうという、はい、そんな思いが込められております。慎也さん、ありがとうございます、はい、はい。さあ、それでは本日のキックオフ沖縄、今年一発目にふさわしい企画用意しました。2023シーズンの FC 琉球の全ゴールを振り返っていきたいと思います。前後半に分けてお届けいたします。まずは前半戦からご覧ください。2023シーズンはこの人のゴールで幕を開けました。ケルビン、2月3月 J3 月間ベストゴール、素晴らしいシュートでしたね、はい、続く岩手戦、竹澤プロ初ゴール、この喜びを本当嬉しそう、はい、さらにはキャプテンも負けていません。このシーズン初ゴールでした。続いて今治戦です。野田が続きます。上手くた選手が、ね、いい動き見てましたよね、野田選手の。さらにはサイド金崎のクロス、瞳選手も背後からいい動きで点取りました、はい、4月に入ります。岐阜戦後半アディショナルタイム、中野克也、いや、中野選手ミドルが冴えてましたよね、はい、本当に。北九州戦ホーム、柳です。ヘディングシュート難しいですけど、よく枠に入れました。さらには阿部拓磨、ここに詰めています。最後まで諦めない動き、素晴らしいです、はい、第8節愛媛戦、ケルビン右足、なかなかないですけどね、ケルビンの右足は。続く鳥取戦、これも中野克也、いや、よく抑えたボレーシュート、はい、同じく鳥取戦、野田龍之介、素晴らしい、いい動きですね。沼津戦、野田のゴラッソです。ダニーがやはり野田選手よく見てましたよ ね、 ね、野田選手もキーパーの動き見てましたし、さらに同じく沼津戦、ゴラッソが生まれます。6月の J3 月間ベストゴール、かつ J3 リーグ最優秀ゴール賞、白井陽斗、いや、もうこれはね、ちょっと現地で見てましたけど、サポーターの声がすごかったです。そして野田のヘディング、この日2ゴールです。池もしっかり沈めてきます。これも落ち着いてましたね、はい、同じく長野戦、空いたところ得意の左足、狭いところ行きましたね、はい、素晴らしいシュートです。続いてさぬき戦、金崎の強烈シュート、こぼれ球、詰めていたのは柳。同じくさぬき戦、奥で阿部拓磨折り返す、このボールに高安、 J リーグ初ゴールでした。さあ、この試合が復帰戦となったサダムスレイです。落ち着いて決めましたね、はい、さらに松本山賀戦、決勝ゴールは阿部拓磨でした。時間ギリギリでしたけどね、よく詰めましたね、これ。19節横浜戦、先制弾は白井陽斗、
同じく横浜戦キーパーの位置を見ていました中野克也。いやこれはいい判断でしたね。 CM の後に後半戦のゴールも皆様にお届けしたいと思います。ぜひご覧ください。キックオフ沖縄チャンネルはそのままで。キックオフ沖縄続いては FC 琉球2023シーズン全ゴール後半戦をご覧ください。後半戦一発目のゴールは清武でした。スーパーボレーこれね時間も少なかったですけど、はい、いいシュートでしたね。ボレーシュート北九州戦右サイドからのクロス得意の頭。野田選手ね上手いんですよね。相手に乗ってヘディングするプレー、はい、さらに野田八戸戦このバックヘッドこのねキーパーの動きを多分見てましたよね事前に。まだ続きますよキャプテンさすがです。このボールが入ります。いいとこいますねやっぱり、うん、さらに野田、うん、これもねさっきのヘディングと一緒でキーパーの位置見えてるんですよね、はい、続いて愛媛戦中野そこから打ってきました。中野といったらミドル、はい、続いても愛媛戦中野なんとこれをダイレクト。しかも右足そう引き足と逆ケルビンぐらい見ない右足素晴らしいですね。素晴らしい。続いては奈良クラブ戦右サイドからのクロス白井の足を伸ばしました。これ、ね、長い距離走ってきたんですよね白井選手。ホームで迎えた長野戦福村貴之琉球移籍後初ゴール。これだけ高い位置に来るのもなかなかねジョンソン監督になってからですよね。そうですね。1点ビハインドで迎えたアディショナルタイム柳両サイドバック、はい、やってます点取ってます、はい、続くサヌキ戦ホームが連続しました。柳から飛びどころなかなか、ね、点が取れなかったんでそうでしたねホッとしたんじゃないですかね。このシーズン初ゴールになりました。そして岩手戦です福村このシュートこのプレーをですね高い位置取ってますよねしっかりミヤを狙ってました。同じく岩手戦こぼれ球金崎ムー2023シーズン初ゴール、うん、やはりフォワードらしいいい位置取りでした、はい、続いて今治戦です。ホームで迎えた試合清武のフリーキック最高のコース。阿部宮崎戦相手のパスミスを奪ったのが阿部拓磨でした。右に振って自分は中へこのボールなかなかカウンターで決めれることができなかったのでこれはいいカウンターでしたね、はい、琉球のセットプレーから一度はエリアの外に弾かれるんですけれどもやっぱりエースキャプテンの前にボールがこぼれてくるんですね。落ち着いてる、はい、ホームで迎えた富山戦苦しかったこの試合平松いい抑えたシュート決めてみせました。そして鹿児島戦岡澤 J リーグ初ゴール。このヘディングねやっぱ下に叩きつけてコース打ってますよね。そうですね。同じく鹿児島戦岡澤が決めたなら俺もとボランチでタッグを組む平松です。ダブルボランチのゴール、はい、素晴らしいです。そして第36節ガイナーレ鳥取戦またも中野のボレーあれうまいですねシュート。同じく鳥取戦阿部拓磨のテクニックとシュート素晴らしい阿部らしいプレーでしたね。全43ゴールをご覧いただきました。やはり野田選手のゴールラッシュ、うんはい、そして若手の台頭も目立ちましたよね。そうですね。また今シーズンも期待したいなというふうに思います。さてここからは2024年最初のこのコーナーに参りましょう。深夜ズアイ、はいはい、出てる出てる声が出てます。新年一発目今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。新年一発目、はい、何でしょうか。ズバリ深夜が選ぶナイスプレー集です。はい、2023シーズン全38試合から、深夜さんにナイスプレーを選んでいただきました。ご覧ください。第2節の岩手戦です。後半3分でした。センターバック牟田から右サイドバックの上原真希と中一人潰れて待っていたのが竹澤和人 J 初ゴール喜んでますね。喜んでます。そりゃ嬉しいですよ。これ見てほしいのが、はい、ここでの牟田選手のダイレクトパスですよね、うん、マクト選手のスピードを殺さないボール、はい、速いボールを出してます。でここで低いボール荒木選手が触るんですけどしっかり竹澤選手詰めてましたよ ね, ですね。
池澤選手もしっかり準備してるから、あのゴール方向へのトラップがそうですね、うまくいってますよね。ここで抜けてくるっていうのを信じてやっぱいますよね、はい、第13節長野戦後半24分、琉球の攻撃、このクロスは一度弾かれるんですけれども、上がってきた中野克也、左足振り抜きました。ゴールネットを揺らします。この密集地帯に行くんですよね、ここで上げる、野田選手に合わなくてクリアされる、いち早く中野選手このセカンドボールですね。でこの中に行くんですよね、はあ、でこのディフェンス陣が誰が行くんだって迷ってる隙にシュート決め切る力、これありますよね。中野選手しているうちに決めちゃうという。続いては第38節福島戦後半41分、守備をご覧ください。ジョン・ジワン、まだありますよ、もう一発、これも素晴らしいセーブでしたね、はい、初スタメン初出場ですよ。貫禄がすごいです、ジョン・ジワン、この1対1で股を抜かれるんですけど、はい、見にくかったと思うんですけど、しっかり弾く、そしてセカンドもしっかりボール当てる、やはり全てナイスプレーだったんですが、うん、今季もサポーターを沸かせるゴール、そしてプレーを見せてほしいですね、はい、2024年も深夜ズアイ、さまざまな琉球のプレー切り取っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。旧ツイッター X でつぶやく際は全てカタカナでハッシュタグキックオフ沖縄とつけてつぶやいてください。お待ちしております。それではキックオフ沖縄、また来週です。今年もキックオフ沖縄よろしくお願いします。